オースライブです。今日はこちら万松寺通りにありますオースベーカリーから中継です。では天野さんお願いします。お願いします。はい、ここオースベーカリーは大須の町で15年愛されているパン屋さんです。毎日80種類から90種類ほどのパンを焼いて販売しているということなんですが、今ちょっと店内ご覧ください、もうほとんど商品が残っていないんです。この時間になるともう人気すぎてほとんど売れてしまうということなんですね、今ただおよそ1割ほどのパンが残っていて、それがこちらに並んでいます、残っているといってもすごく人気なので、今日たまたまあったっていう感じなんですが、例えばですね、こちらほうれん草のタルティーヌ、固めのパンの上にニンニクを効かせたほうれん草やチーズなどが乗っています。お食事パンとして楽しめますよ、そしてこちらはミルクフランス、フランスパンの中にミルクバターを挟んでいまして、シンプルでお口の中で優しい甘さが広がるということです。こう魅力的なパンがたくさんありますが、ちょっと店長の森さんに聞いていきます。森さん、この時期おすすめのパンってどちらですか？こちらの桜あんパンになります。はい、こちらですね、形も桜の形ですか？可愛いですね。どんなパンでしょうか？はい、桜のあんをいっぱい詰めまして、その上に、桜の花びらの塩漬けをあしらいまして、ちょっとそうですね、その塩味がちょうど効いてて、ちょっとアクセントになってますかね。はい、ということで実際にこちら割っていきます。はい、いやー、わっ、あ、桜色綺麗ですね。よし、ではでは食べたい。特別に ね、店内でいいなですね、桜のような笑顔が、出てきましたね。すごく美味しいです。この桜あん、白あんとこう桜の風味が合っているパンですね。そしてパン自体がすごく軽いので、このあんと一緒に口の中で溶けるのがまた幸せ、至福の味です。こういった美味しいパンを作るのに欠かせないのが小麦です、小麦というと去年から価格の上昇続いていて、最近世界情勢の悪化もあってさらに高騰していると思うんですが、そういった影響やはりありますか？そうですね、10% ほど小麦粉は値上がりしまして、またこの先6月7月ぐらいにもまた値上がりしてくるっていうような話もあるようなので、なかなか厳しい状況ですね。そうですよね、小麦以外のものもちょっと値上がりはしているんですね。そうですね、油もそうですし、ソーセージやチーズといった乳製品やそのあたりもだんだん上がってきておりまして、逆に上がってないのを探すのが難しいぐらいっていうぐらい、いろんなものが値上がりしていますね。厳しい状況なんですね。でもそうなるとお店の商品の価格もこう変えていかなければならなくなりますか？そうですね、4月に入りまして少しずつ値上げをしていかないとちょっと厳しいのかなという状況にはなってきますかね。具体的に何か決まっていますか？はい、いや、ちょっと今なかなか考えている最中ではあるんですけれども、まあ大体 10% いかないぐらい、もう10円から30円ぐらいの間で少し小幅に値上げをさせていただこうかなというふうに考えております。そういった状況ではありますが、これからもたくさんの人に美味しいパンで笑顔を届けてほしいなと思います。以上、オースライブでした。ある程度の値上げっていうのは仕方ないかもしれませんね。そうですね、大打撃には変わりませんね。そうですね。